さまざまなトレードスタイルの個人投資家の皆様にマーケットに関するストラテジーをお届けしてまいります。ではまずはこちらのコーナーから、ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツのコーナーです。 FX オンで毎日公表しているさまざまなコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介していきます。今日ピックアップするのはこちらです。著名な元ファンドマネージャー、トレーダーの方々が執筆する投資サロンです。今日は投資サロンの中でも人気が高く、本日のゲストでもいらっしゃいます井上哲夫さんの井上哲夫相場の潮流をご紹介していきます。井上哲夫さんは国内保険会社の有価証券運用部門長をはじめ、外資系投資顧問などで28年間ファンドマネージャーとして活躍され、その経験を生かし現在各メディアで活躍中でいらっしゃいます。井上さんが執筆する井上哲夫相場の潮流では、徹底的な市場分析によって株式投資を行う環境にあるかを精査し、株式市場をはじめとする市場の需給分析を行っています。また他にはないオリジナルなテクニカルサイン、需給サインに基づく買いシグナル、売りシグナル点灯時に告知します。そしてツイッターでもタイトル名のお知らせをしていますので、井上哲夫さんのお名前でどうぞツイッターでも検索してみてください。さらに本日も先月に引き続き井上さんの分析の元となっている資料をご用意しています。こちら井上哲夫無料ダウンロード資料2018年5月ナンバーワンとなっています。こちらゴーゴージャングルアーカイブスのリンク URL から無料でご入手いただけますので、ぜひ皆様もこのように検索してダウンロードしてご活用になってみてください。以上 FX オンの人気ピックアップコンテンツのコーナーでした。この後はゲストの井上哲夫さんをお迎えしてゲストトークのコーナーをお届けしてまいります。この番組は投資家の英知をすべての人に、ゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー株式会社ゴゴジャンの提供でお送りします。さあお待たせしました、ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストトークのコーナーです。本日のゲストはスプリングキャピタル株式会社代表取締役の井上哲夫さんです。井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最近の株式市場どのようにご覧になっていますか？そうですね、日本の方がアメリカよりも顕著ですよね。アメリカも日本もボラティリティが小さくなって、VIX とか日経平均 VI ね、これも落ちてますので、ただ日本の方が相対的に強いですね今のところ。これでアメリカが決算発表終わって、またバリエーション的にね戻るような時は、日本株も同じようにまた上がれると思いますけどね、そうですか、はい。今こう直近でこう注目の材料みたいなのはどういったところになるんでしょうか？そうですね、まずこの番組で申し上げたのは、今回2月からの下落っていうのはアメリカ株1回2つの反動ですよと、あまりにも去年、静かな相場だった、で2つ目が最後と最後にものすごい急上昇したからその反動だっていうふうに言いましたが、その後アメリカと中国のね通商問題出てきましたでしょ、で今夜、トランプ大統領がイランの核合意から離脱するかどうか、アメリカ時間午後2時に発表するらしいんですね、本当はね今週1週間期限あったんですよ、それなのにこんな早く言うってことは、やっぱり離脱の話なのかしらとか、それから今通商問題のところでちょっとヨーロッパとね、アメリカも少し揉め始めてますので、やはり地政学のリスクって部分は一つ意識しておかなければいけないかなと思いますけどね、今日お話しいただく内容ですが、こちらちょっとご覧いただきましょう。
そうですね、まず今回 の、 あのアメリカの対中国の、通商問題って大騒ぎになりましたけど、これ何だと思うって話なんですけれどもね、はい、まずこれあの上から2番目を見ていただきますと、アメリカの貿易赤字の 47% を占めるのが対中国ですと、3752億ドルと、でこれがね、この数字が先走りしちゃったんですよ、はい、円グラフがあって、中国が半分ぐらいこのアメリカの貿易赤字の円グラフで示されてたでしょ、でドイツとか日本とか書いてあったけど、はい、でこの3752億ドルっていうのは結局アメリカから中国、中国からアメリカが輸入している金額、その逆、それの差額でしかないんですよね。差額だったんですね、うん、もちろん、はい、ですのでそれが貿易赤字という形で、はい、でアメリカは中国から3番目になりますが5056億ドルも輸入してたわけですよ去年、はい、一方で中国はアメリカからその下のところ1304億ドルしか輸入してないわけなんですよ、うん、はい、でまずアメリカの方がこの5056億ドルを使って、鉄鋼とアルミって言ったわけですね、はい、これ176億ドルなんですよ。あ、はい、そしてその時に中国はその下になりますが、豚肉と干しぶどう等ですね、30億ドルについて関税って言ったわけですね、はい、でその後知財に関する報復として500億ドルっていうのをアメリカが出しましたと、はい、でここでどうなるかって一つキーだったと思うんですよ、そしたら中国が一歩も引かないって言ったんですよ。あ、同じだけど正々堂々、はい、真っ向一歩も引かないって言って500やっちゃったんですよ。でこれでね、トランプ勝ったと思ったと思いますよ、はい、なぜかっていうと、はい、立て続けに1000出したんですよ、上のところで1000出してもまだアメリカって対象は3380億ドルある、はい、で中国が500引いちゃったら774しか残ってないんですよ、はい、ここで一歩も引かないで1000出すことできないわけですよ。できませんね、わかります。それで一番上の、はい、ところボアで開かれたアジアフォーラムの冒頭で、はい、習近平さんがね、国家主席が、はい、非常に大人の、表現をしましたと、知財に関してもですね、はい、これって結局白旗だったと。なるほど、数字を明確にしなかった、やれるもんなら1000やってごらんということだったんですよね。だからもうこれ以上は、はい、あの数字のが出ることはないわけですね。で今回アメリカから中国に行ってこの問題について話し合いましたと、はい、でこれについて の、 その評価っていうのも出てくるので、今晩 の、 そのイランの話とこの中国の通商問題についてどういうふうな判断をするか、ムニューシンさん結構ね、はい、あの公正な貿易が中国とアメリカ世界経済の世界経済の構成中つながると言ってますのでね、はい、波風立たない形で中国、そして次ヨーロッパっていうところがね、進んでいくといいんですけどね、まあ、これ一つ大きなあの地政学的なリスクですね、はい、うん、では今日はどういったデータを見ていきましょうか。ね、続きまして先月申し上げたんですが、はい、よくあのドル円の IMM、はい、シカゴのね、はい、先物のポジションって出てくるんですけども、それだけじゃなくて先月申し上げたのはドル円だけじゃなくてユーロドル、そしてポンドドル、全部この3つを合わせたポジションで見るのが大切ですよというお話したんですね、はい、これがこの1ヶ月やっぱり大きく変わったんですよ、はい、でそのグラフを、アップデートしたんですが、このオレンジが何かというと、ドルと、円、ユーロ、ポンドの、はい、それの、合計ポジションなんですよ、はい、このオレンジって実は2005年からなかつてないぐらい、この、ドル売り状態になってたってこと、はい、これがこの赤い部分なんですね。で青がこれ何かというとドル円なんですよ、はい、ドル円ってこのオレンジの動きにちょっと遅行してついていくんですね。そのようですね。そう、はい、でこの4月17日、のところから2週間経ったんですね。そのポジションは先週の金曜日発表されてるんですが、2週間ともですね、3通貨に対してドル買い戻されたんですよ。だから青の最後のところをご覧いただけるとポンと上がってますでしょ、そういう動きっていうものが実は出てると。じゃあユーロドルはっていうと、ユーロドルってユーロがですね、はい、7万5000枚ぐらいドルに対して買われるとそれでお腹いっぱいなんですよ、うん、でそれ去年の7月までそうだったのが、はい、また増えちゃって、この4月17日時点でその倍の15万枚までいってて、2週間でユーロ買いドル売りのポジションが 20% 以上手締まわれたんですね、はい、だからユーロ売られてるんですよ。そうなんですね。でそれでドル円の IMM の手締まいも、今回のユーロドルの手締まいもいずれも損切りですよね。だこのオレンジがまだまだ下にありますのでね、はい、為替についてはちょっとドル円についても、まあ、1回105円見ちゃってるので
一気に115円120円って取りづらい形にはなっちゃってますけれども、うん、あんまり円高 その下の方は心配してないっていうのがこの需給的なポジションが言えることなんですよね、はい、うん、この3通貨同時に見られるデータというのは、そうそうそう、これね、大切です、ね、これでドルインデックスの80数パーセント占めてるんで、これでカナダドル入れたら90数4パーセントぐらいなのかな。ただカナダとアメリカってあの、はい、オイルの貿易してるんで、それ以外の部分入っちゃうわけですね普通の、ですので、ね、キャンドルは入れてないんですけどね、うん、でまるで為替の評論家みたいな話になっちゃいましたけど株式に戻しますとね、はい、次なんですけれどもこれはね何かというと今週でねちょうど、3月の末のところから45日ルールっていうので5月の15日までに、3月決算銘柄は決算を発表しなきゃいけません、はい、そうしますと2018年度の収益が確定して PR ってもので測れるようになるわね、はい、でこのオレンジが日経平均の PR なんですが、うん、青がポンポンポンと3箇所ありますよね、これはちょうどこの時期なんですよ。それで期初に決算発表されて1株当たりの利益ってこうやって上がってきましたと。でただ今回につきましてはこの赤を2つ、はい、右のところありますでしょ、これ何かというと中間決算と第3クォーターの決算でこんなに上がってるんですよ、はい、これまで の, その、うん、は見られないんですけれども、そう、はい、今回だけなんですね。ですので去年の4月から見ると、はい、アメリカよりも日本の方が全然上昇していると。あ、企業決算そうですね、はい、でアメリカについてはこの緑のところになりますけれども、12月決算が多いんで1月のところでこうやって上がるわけです、はい、でそれが上がってから今もまだ上がり続けている、これ減税の効果とそれからこの1、3月期の数字が良かったということなんですね。だから世界的に景気特にあのミクロで見た時の、企業収益って非常にいいんですよ。グレーの、ヨーロッパまで上がってきてますのでね、はい、さてこれからのバリエーションというところになります、はい、それのバリエーション表をちょっと作ってみたんですが、これちょっとあのダウンロードしてじっくりご覧いただきたいんですが、はい、今現在日経平均の一株利益って左上に出てます、1715円って出てますよね、うん、でこれでその右側のところになります18年度増益率ってあります、はい、網掛けありますが6から落ちてきてますよね、6543210、もし全然あの2017年度と8年度変わらなかったらこの右を見ていってほしいんですね、はい、それで日経平均の PR が何倍だったらいくらっていうのは上のところに PR 出てますんで、例えば一つ見てみましょうか。日経平均 PR 13.5 倍で、はい、それを下ろしていきます。それでゼロのところっていうと 23,159 円になりますよね、はい、これがあのもし 0% つまり収益上がらなかった場合なんですけども、大体この網掛けの部分 2% から 4% ぐらいは、増益あると思うんです。今の為替水準でも十分、はい、となると PR14 倍だとどこになるのっていうとこの赤く囲った左のところですよね、はい、そうしますと大体2万5000ぐらい24,977円、24,737円となるとバリエーション的に PR14 倍でもこれぐらいのところまでいけるんですよと。ですので決算発表一段落したら、新聞等出ますので、はい、何パーセント増益だというのを見て、PR14 倍だったらいくら、13倍だったらいくら、 12.5倍のところだったらさすがに下がってでもここで踏みとどまるだろうと、そういうのに使ってほしいんですよね、はい、そうですね、うん、ぜひ皆さん、うん、こちらも無料ダウンロードできる資料となっていますので、はい、チェックしてみてください。ありがとうございます。本日は井上哲夫さんにお話を伺いました。最後にお知らせです。ゴーゴージャングルは投資サロン、シストレ、インジケーター、電子書籍など日本全国の投資家やプログラマーが作るさまざまなコンテンツが集まるフィンテック、e コマースサイトです。各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー、開発者とユーザー、またはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていて、お客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。有料商品だけでなく無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX オンサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また腕に自信のある投資家の皆様からのご出品も募集しています。どうぞどしどしお送りください。お送りしてまいりましたゴーゴージャングルマーケットストラテジー、今週はこの辺でお別れの時間となります。来週も素敵なゲストをお迎えしますので、どうぞご期待ください。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。